皆さんこんにちは、ジャズベーシストの権丈靖です。お元気でしょうか？僕も元気です。今日も実家のこたつからお送りしております。先日の動画で僕の持っていますこちらのソニーの HDR-MV1 という音楽用のビデオカメラが故障したので、ソニーに修理の申し込みをして修理受付認定店の窓口に預け、それを再び受け取るまでの一部始終をご紹介しました。ちょっとそちらの様子をダイジェストでご覧ください。では時を戻そう。全くピントが合わず画面全体が滲んでるようなね状況になったんですよ。今回ソニーにね修理を出すことにいたしました。この書類とこの修理してもらう HDR-MV1 は、窓口に持ち込む必要があるんですけども、早速ですねこの修理を依頼するカメラと修理や申し込み書を持っていきたいと思います。数日後にですね実家の方に着払い代引きで届くように依頼していただきました。こちらの小包をカメラの大林さんから受け取りました。なんかまだ画面が滲んでるような修理不可能ということで帰ってきてしまいました。生産終了してもう3年近く経ってますから部品が手に入れないということなんですよね。まあ、人生そんなこともありますわ。はい、というわけでですね、なんと部品が欠品のため修理不可能で返却されてきてしまいました。で、この帰ってきたカメラをこれからどうするのかですけども、まあ、このままカメラ部分を使わず音楽用レコーダーとして使っていくのか、原価償却した値段でソニーに買い取ってもらう償却買取という手段を取るかですけども、実はもう一つ作戦がありまして、というのもこちらをご覧ください。これ Google で HDR-MV1 修理と検索した画面なんですけども、上の2つがソニーのホームページ、そして下の2つにも HDR-MV1 修理という検索結果が出てくるんですが、これは福井県にあります福井カメラサービスという会社のホームページなんですけども、これを見てみるとこうやってね HDR-MV1 を実際に修理されたという実績が出てくるんですよね。というわけでですね、僕は今回この福井カメラサービスさんにかけてみたいと思います。こちらが福井カメラサービスさんに修理を依頼するまでの流れです。まずは修理依頼フォームまたは電話で修理を依頼します。で、僕はですね電話ではなく修理依頼フォームから申し込んでみます。まずはメーカーとタイプと機種、つまりそれぞれソニーデジタルカメラ HDR-MV1 と入力します。するとこういった確認事項が出てくるので次へをクリック、そして次の画面で目安料金が出てきます。目安料金はソニーで修理を依頼したのと同じ1万3000円ですね。で、その予算が問題なければ利用契約に同意します。次の画面では修理を依頼する品の症状を入力します。続いて住所など自分の個人情報も入れます。それらの入力確認を経て修理依頼が完了します。するとなんと指定の日時に指定の場所に宅配業者が荷物を集荷に来てくれるんですね。これはありがたいサービスですね。というわけで明日のお昼に実家まで集荷に来てもらうように手配しました。それではここで一旦時を進めたいと思います。はい、というわけで時が進みまして、今回の HDR-MV1 騒動一件落着いたしました。まず前回この動画を収録した翌日にこのように製品を梱包して配送業者に託しました。で、その3日後にですね福井カメラサービスさんから修理依頼品を受け付けましたよという連絡がありまして、で点検後にねどう対応するか改めて知らせるとのことでした。そしてその4日後に再び福井カメラサービスさんからご連絡がありまして、やはりねレンズユニットの部品調達が困難のため修理不可能とのことでした。というわけで前回と同じ結果になったわけですけども、ソニーの方からですね原価償却済みの額で買い戻してくれる償却買取の提案がありましたので、直接ね交渉できるよう福井カメラサービスさんが取り次いでくださいました。福井カメラサービスさんお世話になりました。するとその翌日ソニーさんから電話がかかってきまして、まあこのくらいの金額で買い取るという提案がありまして、まあこの場でねちょっとその正確な額を言うのは問題があるので伏せますけども、まあ正直いいんすかソニーさんみたいな、まあ、自分がね思ってた以上に良心的な見積もりだったのでありがたく買い取りの方をお願いしました。で、お金はねまた後日僕の口座の方に振り込まれるとのことです。というわけで、あと数千円足せば同じような商品が買えるような状況になりました。で、近日中に演奏動画の撮影予定があるので、それに間に合うようカメラを調達しなくてはということで、いろいろリサーチしたんですけれども、で、このソニーのもの以外にも、例えば音楽レコーダーのシェアを伸ばしている某会社からも、音楽用ビデオカメラ、しかも 4K まで撮れるみたいなものもね、出てるので、まあ、それにしようかなとも思ったんですけども、その製品とこの HDR-MV1 の比較のレビューなんかもね、いろいろ読んでみたんですが、やはり画質の部分でソニーには一日の長があるとのことで、でさらにですね音質に関しても最近僕の演奏動画ではオンマイクでね他のレコーダーにこう録音して、でこの HDR-MV1 ではこのステレオでね撮ったエアーの音をうっすら混ぜるぐらいの用途なので、まあ音的にも現状維持でいいだろうということで、この度2代目 HDR-MV1 を買いました。まあ生産終了してからですね数年経っているにもかかわらず、まあ、未だに人気で相場も下がってないので中古で 34,800円もしましたけれども、腹くくって注文しました。それがこちらです。ようこそということですね。早速こちら開封したいと思います。はい、というわけで開封いたしました。これをまずね
説明書であったりとか、まあ、保証書なんかね、ついてますね。そしてこれがね、この HDR MV1 用のケースですね。なかなか立派なケースで、かっこいいです。で、こちらが USB のケーブルですね。これでパソコンなんかとつなぎます。で、なんとバッテリーが2個ついてきました。そしてこれがそのバッテリーチャージャーです。そしていよいよこちらが本体ですね。これがレンズカバーですね。で、このね、黒い板は、これこうやって今もセットしてある状態なんですけど、この平らなね、場所の上でちょっとこう角度をつけて、録画できるというものですけども。そしてこちらが本体ですね。ちょっとですね、早速、このバッテリーをね、入れてみたいと思います。はい、バッテリーの装着完了いたしました。それではですね、早速、この電源をつけてみたいなと思います。お、どうでしょうか。これね、うちの実家のオアシスの風景ですけども、綺麗にね、ピント合ってますね。いやいや、しかもですね、なかなか本体も綺麗で状態良くてですね、いい買い物だったなと思います。というわけで、この実録 HDR MV1 修理シリーズ、これにて完結です。皆さんもですね、もし故障した HDR MV1 をお持ちで、でも保証期間も過ぎてるしなぁなんて思ってるかもしれませんけども、諦めないで。一度ソニーさんにですね、問い合わせしてみたらいいかもしれません。これからこの2代目 HDR MV1 を駆使して様々なコンテンツを発信していきますので、皆さん今後ともよろしくお願いいたします。それでは本日はご視聴ありがとうございました。このチャンネルではこういった機材や楽器、音楽の話題、そして演奏動画やミュージシャンのインタビュー動画などコンスタントにアップしていますので、チャンネル登録していただければ幸いです。ではまたお会いしましょう。お元気で。